どうも母ちゃんです。ということで今日は家庭菜園の皆さんが使える実用的なグッズの紹介をしていきたいと思います。その商品使いたいなって思った方は概要欄にリンクっていうのを貼ってあるので、そちらをねクリックしてぜひ購入してみてください。でまずねどこの商品を使っているのかといったらテムっていうところの商品を使っています。このテムなんですけど、アメリカにね会社がありまして、グローバルなオンラインマーケットの会社として有名になっています。実際僕のところにもお話来て今ね動画撮らせていただいてるんですけど、他にも園芸だったりキャンプ、またはね雑貨、あと洋服なんかね、いろいろなねジャンルっていうのを取り扱ってる会社なので、ぜひね皆さんに一度ね使ってみてほしいものとなっています。でこれアメリカの会社なので、この情報とか大丈夫って思ってる方いると思うんですけど、それもね安心してください。なぜ安心できるのかといったら、まずね Google のねアプリストアと Apple のねアプリストア、この2つにしっかりとセキュリティ面とかの安全っていうのをクリアした状態でアプリをねダウンロードすることができます。まあ、皆さんが普段使っている Android またはね iPhone のね2種類っていうのがあると思うので、その2種類ともサイバーセキュリティの面でしっかりと基準値っていうのをクリアしてアプリをね出しているので、情報が抜かれるっていうこととかもなく安心して使用できるものとなっています。テムさん今回僕専用にとてつもないサービスっていうのをしてくれました。でまずサービスの一つ目なんですけど、僕が選んだいいね2つの商品っていうのが 90% オフになります。でこれほんとすごいです。 90% オフなんて普通のところだったらもうありえないですから。なので1万円のものが1000円で買えちゃうっていう、ほんとねとてつもなく太っ腹なサービスっていうのをしてくれたので、こちら僕が選んだ2種類ね 90% オフにしてくれてるので、そちら持っていない方は必ずね買うようにしてください。でまた 90% オフだけではなくて1万5000円オフのねクーポンも発行してくれました。なのでこのクーポンを発行してくれたので、この 90% オフの商品を買いつつ1万5000円分ねプレゼントしてくれることで、まあね合わせて1万3000円分から1万2000円分なんかは本当自分が好きな商品だけ、園芸に関わらずいろいろな商品を選べるので、こちらもぜひね使ってみてほしいです。でなおこのねクーポンに関してはリンクをね1回クリックしたら、その1回クリックした時から24時間限定のクーポンになりますので、まあねクリックして商品見て後で買おうっていうのでは忘れてしまって1日ね過ぎてしまうよっていうこともあると思うので、すぐに商品っていうのを選んで買うようにしてください。なのでこの動画を見たら概要欄に行って、その概要欄にねリンクを貼っておきます。なのでそのリンクを貼っておくので、そこから飛んでぜひねテムでお買い物をしてみてください。でこの価格の面でもテムさんとてもね安心して使用できるものとなっていて、結構安くいい商品っていうのが手に入りやすいです。で同じ商品を他のところでね探そうと思っていても、テムさんの方が実際このね価格を見比べた時に安いよってなる方が多いと思うので、この安さっていうのがね強みになっているので、ぜひねテムで購入してみてください。この決済方法もいろいろなね種類っていうのがあります。でまずは現金のね代引きでしたり、あとねクレジットカードをね皆さん使うと思うんですけど、クレジットカードちょっとね心配だよって思う方もいるので、そういう方は、まあ、PayPay だったり Apple Pay またはねコンビニ決済などいろいろな方法が取れるので、安心して商品を買ってみてください。でこの発送に関しても早いものだともうね3日間で家に届いたりします。で長くてまあねだいたい1週間ぐらいかかると思うので、商品をこうね購入して1週間ぐらいの間で来てくれるので、そのね海外から発送とかのそのねラグっていうのもあまりなくスムーズにこの買った商品っていうのを使えるようになるので、こちらもおすすめな点の一つとなっています。あこれ配送関係でもう一つ言い忘れてたんですけど、送料がね無料です。でまたアフターサービスに関してもこれテムさん本当にね良くて、もしもこうね商品が気に入らなかった場合っていうのは90日間の返品保証っていうのもついています。なので買った商品あまりね使い勝手良くないなって思った方に関しては、返品サービスっていうのをすればその分のねお金っていうのはしっかりと返ってくるので、安心して使える点の一つとなっています。ということで家庭菜園でも使える便利グッズについて詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、ということで早速ね商品を紹介していくんですけど、まずはね段ボールっていうのがこちらにあります。なのでこちらの商品を開けていきたいと思います。はいね、こちらの商品になっています。でこれ何かといったら、ここにね画像貼ってあると思うんですけど、そのね商品になっています。なので今からねちょっと組み立てていくんですけど、組み立てる時もとてもね簡単で皆さんできると思うので、
ぜひね、こちらの商品を買ってみてください。で、これは本当におすすめで、これからね、秋きゅうりを育てたり、またね、トマト、秋トマトとか、背の高いね、野菜っていうのを育てるときにとてもね、便利になるグッズなので、ぜひ皆さんもこちら活用して、野菜栽培っていうのをしてみてください。はいね、こちら組み立てることができました。で、組み立ても本当簡単で10分ぐらいでね、僕はね、組み立てられました。まず、底の板があるので、それを一番下に置いてもらって、次、ここですね。この壁、四隅を囲う壁っていうのを土台で作ってあげます。で、土台で作ってあげたら、ここにね、黒い線があると思うんですけど、こちらね、こうやって簡単に外れます。で、ここに穴が開いてるので、その穴をこの黒いね、棒っていうか、これが4つ入ってるので、しっかりとこうやって上から押さえてあげて、こちらもね、塞ぐようにしてください。で、そしたら次にね、ここに連結部分の棒を入れるための穴がね、開いている上を止める金具がありますので、それをね、差し込みます。で、その下に一番下がね、とんがってる棒があるので、とんがってる棒をまずね、四隅に入れてもらって、そこで次ね、この2つのね、2穴のジョイント、3穴のジョイントで、このまず横をね、連携させてあげます。で、ちょっとね、ここが飛び出してしまってます。これ。これは飛び出さないようにしっかりとはめ込んでいって、まず最初は横での支えを作ってあげます。で、その一段上ですね。一段上になったら、今度はね、こんな感じで、四つね、四方を囲ってあげるように、このジョイントね、四穴分っていうのがあるので、そちらを使って、このね、四つっていうのを作ってあげてください。で、だーって上にこうやっていったら、最後、一番上、頂点の部分はこんな感じになっているので、これを最後刺してあげて、また四隅を囲う形で棒を刺してあげたら、完成です。もう夏キュウリ終わる時期なんですけど、今度ね、秋キュウリの時期です。なので、秋キュウリこれに植えてあげたら、まずね、誘引するね、手間っていうのが省けるかなって思います。で、まず四隅にね、こうやって棒っていうのがあるので、四隅を使って止めてあげる。で、また四隅が満帆になってきたら、今度真ん中にね、こういう軸があるので、こういった軸に対しても、子づるとか孫づるっていうのを伸ばしてあげて、どんどん上まで栽培させてあげるっていう方法ができるので、こちらね、超おすすめのものとなっています。で、実際、これね、下にキャスターみたいのがついていて、車輪で転がせるね、仕様となっています。で、実際に僕は今キャスターつけてないんですけど、家庭菜園とか、ちょっとね、狭い敷地でやられてる方なんかは、移動するのにも、こうやっていちいち、こうやって持ってね、移動しなきゃいけなくなるので、そういった面倒なね、ことがなくなりますので、車輪がね、ついていたら、こうやってちょっと足で押してあげたら、どんどんね、進んでいくようなものとなるので、ぜひね、こちら買ってみてください。で、これに関しては 90% オフになっているので、概要欄でね、リンクから飛んでみていただけると嬉しいです。でね、もう一つね、90% オフの商品っていうのがあるので、そちら説明していきます。ということで、二つ目の 90% オフの商品です。それがね、こちらになります。じゃん。これはね、何かと言ったら、噴霧器みたいな感じに言って、この中に水をね、入れます。で、水を入れて、上のポンプをね、こうやってシコシコ、こうやって送ると、ここから空気のね、圧っていうのが中に行って、その圧が溜まることによって、このね、ノズルの先っぽから、霧状にね、水とかっていうのが噴射してくれるものとなります。で、これ何がいいのかって言ったら、消毒とかにね、めちゃめちゃ使えるものとなっています。で、普通農家っていうのはね、こんな感じの小さいやつではやらなくて、この肩に背負って消毒をするっていう方法でやるんですけど、まあね、家庭菜園とかでやってる皆さんであれば、そこまでね、大きなもの必要ないな。で、今までどのようにやったらいいのか困ってるっていう方なんかは、こちらの噴霧器っていうのがとてもね、おすすめになっています。ということで、実際にね、使い方っていうのも見ていきましょう。はい、でね、こちらの商品説明していくんですけど、まずね、マックス5リッターまでね、この商品には入ります。なので、5リットル水を入れて、そこから使うね、消毒などを倍率に自分で計算していただいて、入れるだったり、またはね、液肥とかもね、撒くとき、これめちゃめちゃ使えるものとなっているので、こちらね、用意してください。で、これに関してなんですけど、1個ね、組み立て方があります。ここうやってくるくるくるって回るんですけど、商品が届く時には箱に梱包されてるんですけど、これとこれね、別々になっています。なので、この別々になっているので、ここで一度、こうね、やつをドッキングさせて、こうやってくるくる回すことによって、しっかりとはまってくれるので、この作業だけ忘れないようにしてください。で、次ですね。次、ここの緑色のね、部分。ここから水をね、入れることができるので、
こんな感じでひねってあげて水を入れてあげましょう。でこんな感じにね、中筒状のものとなっています。で今回はちょっとね、水をね、この 500ml のペットボトルに入れてきましたので、こちらをね使用していきます。で水が入りまして、こちらね入ったらこの栓をしっかりとね閉める。でこれ閉まったら次はね、これ押す5回ぐらい押すと、あ、今出ましたね、ピントがね合ってないな、こっち、こんな感じでね水がね出ます。でこの水が出たところで次はね、ここに今ピーマンが横にあるので、ピーマンに実際にこの水をかけていくんですけど、消毒とかをするときっていうのはしっかりとこのポンプを押して、空気がねある状態、中でしっかりと空気が押し出される状況っていうのを作ってあげて、植物に対してこうやってシャーってあげるようにしてください。でこの時意識してほしいのは、この葉っぱの裏とかにもうしっかりと害虫ね、カメムシ、特にカメムシとかっていう害虫は葉っぱの裏にねつきやすいので、葉っぱの裏にもしっかりと行くように、この中の水がねかかるように、下からこうやってねあげることを意識してあげてください。まあ消毒する時の注意点はねこれですね。なのでこういう噴霧器っていうのがあれば、これが簡単にねできてしまうので、皆さんの家庭でもね使いやすいと思います。でまたはね、消毒しないよっていう方に関しては、液肥をね与える時なんかにもこれねすごい役立つと思うので、葉面散布ですね、葉っぱにこのね液肥をかけてあげて、葉っぱから栄養を吸収させてこうね野菜を育てるっていう方法に関しては、こちらねとても有効なものとなるので、まあ液肥を与える、または消毒するということに関してはね、これねとても役立つものとなっているので、ぜひねこちらの商品を買ってみてください。でマジでこれ安いんで、もうねほんとバカにならないぐらい安いです。なのでこれだけね買っておくっていうのでもいいので、ぜひね皆さん買うようにしてみてください。はい、ということで以上ね2つの商品を紹介しました。でこの2つの商品に関してはテムさんと僕のコラボっていうことで 90% オフですね、なんと破格の 90% オフっていう価格でやってくれてるので、まだ商品を持ってないようだったり、これからどうすればいいのかわからなかったみたいな方に関しては、このね2つの商品を手に入れとくことによって、これからのね栽培とかにぐっと幅を広げられると思うので、ぜひ概要欄のリンクから買うか、またはアプリっていうのをインストールしてもらって、そこから商品っていうのを検索して買うようにしてください。でこれからテムの商品ね次々ね紹介していこうと思うんですけど、僕のリンクからテムさんのねホームページに行くと、限定で1万5000円分ね無料っていうことになりますので、まあ僕が説明した2つの商品を買って、プラスでどんどんいろんなものが買えるようになるので、僕が紹介する中からどれか選んでね、また1万5000円分になるまで選んで、そこまではね無料で届くそうなので、ぜひ買ってみてください。ではね紹介していきます。まずはこちらです、ハサミ。これ剪定ハサミって言って、普通のハサミよりも切れ味っていうのがとてもねいいものとなっています。なのでナスの太い茎を切るだったり、ピーマンとかねっていうところで太い茎を切るときなんかにとてもね重宝するので、ぜひ持っとくべき商品の一つです。で次がこちら、こちらね何かと言いますと、スイカを置く台座になっています。でこういうものもテムなんかにね売られていて、とても幅広いねものが売られているんだなって思います。で次にこちらなんですけど、これねめちゃめちゃコンパクトなんですけど、このコンパクトねシャベルになっています。なのでこれで取り出してみてあげると、このようにして組み立てることができて、これがねどんどん金具がねもう一個ついていて、これをこうやってグリグリはめると、この長いねシャベルになってくれて、まあ家庭菜園でやるぐらいやったら、これぐらいのねスコップでこうやってズコズコこのね土を柔らかくするっていうのも一つの手だと思うので、まあね皆さんにはこれねちょうどうってつけのミニシャベルなんじゃないかなって思います。で次にこのノコギリです。でこのノコギリもしっかりと持っておくことによって、今後ねまあね開拓したり、あとはねナスの木とかを切るときなんかに、剪定バサミじゃちょっと太くて硬くて切りづらいっていう方もいると思うので、そういう方はノコギリなどを使ってこうやってナスのね幹の部分を切るっていう作業でもいいと思うので、そのようにしてね片付けたりって言って、まあ、使い勝手いいなって思っています。で次ねこれなんですけど、これはねズボンです。
テムさんはもういろんなもの、服とかもやってるんですけど、このズボンすごいのがすごいね軽いです。軽くてとてもねメッシュ素材なので、夏ね暑いと思うんですけど、快適に涼しく作業っていうのができるようになってくれるので、ぜひねこういうズボンなんかもテムでね買ってみてください。であとちょっとね面白い商品で、ね、こんな感じで爪がついた手袋ですね。でこれを言うのが売ってありました。次ねこちらになります。でこちら何かというとミニ支柱ですね。で今の時期はもうあんまりね使わないんですけど、また来年の夏野菜の時に大活躍してくれるものとなっています。でどのような時に大活躍するかというと、苗をちょうど植える時期ですね。なのでゴールデンウィークまたはね4月の後半からこの商品っていうのがとてもね使えるようになります。なので定植した直後にこのね大風とかに揺られてしまって苗が折れる心配っていうのがあるんですけど、このミニ支柱を使えばそこにこのね植物のところに刺してあげて、これに誘引してあげることによって、これ風が吹いてもあまりなびかなくなって折れる確率っていうのがぐんと減ると思うので、まあ今まで苗を育っていて折れてしまったよっていう方に関してはこのようなねものを使ってあげると折れる確率っていうのも減ると思うので、ぜひ使ってみてください。であとねこちらですね。これねめちゃめちゃ面白い商品となっていて、ちょっとね透明な部分がありますよね。でこれ透明な部分何かといったら、この中で野菜をね育てられるんです。このマット状になっていて、このね円形ですね、円形になっていて、この上に土をねたくさん入れる。で土をたくさん入れて、ここにねジャガイモとかっていう芋系のねものを入れてあげると、ここでどん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 大きく育ってくれるものとなります。これからの時期秋ジャガの季節になってくるので、秋ジャガを植える際だったりっていうのは、こういうね中が見えるものっていうのを使ってあげて、どんぐらい大きくなってるのかっていうのも観察しながらね育てられるのっていうのはとてもね楽しいのかなって、見ていても楽しくなると思うので、ぜひねこういう透明なやつね面白い商品があったのでこちらも紹介しておきました。で今僕はね黒い服を着てるんですけど、こうね夏の日差しの強い時期に黒い服を着てしまうと、太陽の光とかが黒はねよく吸収してしまって暑くなりやすいです。なのでそういう時は白 T シャツをね着るようにしてください。で白 T シャツを着ることによって、まあね光の跳ね返しっていうのもあるんですけど、蚊とかね害虫が寄ってきづらくなるっていうことも言われているので、そういう時にねこの白 T シャツ着てほしいんですけど、僕がね選んだ白 T シャツこれです。この怪獣、ミニ怪獣がいるんですけど、この怪獣可愛いなと思ってこちら買いました。なのでまあ僕と同じ T シャツね買いたいよっていう方は、この怪獣のね T シャツもおすすめしてるので、ぜひね買ってみてください。はい、ということで駆け足にはなってしまったんですけど、今回テムさんからね送っていただいた商品というのを紹介することができました。テムさんとかわちゃんコラボ限定で、まあね 90% オフの商品がね2つ用意されてます。でプラスで1万5000円分の商品が無料になるクーポン券っていうのもあるので、そちら概要欄からそのリンクを飛んで買うか、またはねアプリでこうねクーポン番号っていうのを打ち込んだら同じように割引っていうのが使えるようになるので、ぜひそちら試してみてください。で最後にね注意点なんですけど、一度リンクをクリックしてから、クリックした方っていうのは24時間しかそのリンクっていうのが有効になりません。なので、まあ、最初ね商品だけ決めて後で注文しておこうかなって思ってこうね放置してしまって24時間が過ぎてしまうと、今回の僕のコラボであるこのクーポンがね使えなくなってしまうっていうことが起きるので、そのようなことは起こさないためにもリンクをねしっかりと飛んだ方に関しては24時間以内に商品を決めて注文するようにしてください。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。